さあ、おはようじゃないですか、こんばんは。今日の晩ご飯ディナータイム。腹減ったっていうかね、ここいい。お邪魔します。よいしょ。これビール。釣り岡のテイストどうですか。あのね、まあまあわざとらしい感じで。いいですよ。いいですよ。グレー。今日のご飯は。なんだか、あ、いい匂いしてる。はい、超豪華。とりあえず祝勝会ですな、これ。そうですね。黄色。メガネ跡が物語ってる。すごいよ、やっぱり。いや、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 はい、それでは、はい、ナイスパラマンディー、ナイスパラマンディー、ナイスパラマンディー、イエーイ、おめでとう。ちょっと久しぶりに感動的な感じだったわ。で夕方6時ジャストに来るって言って、ほんまにジャストやったのにぴったりやった。もうさガイドさんさ6時5分前にどっか行ったもんね。こっち残ってるこっちがジャストに連れて。すごかった。なんか今日のちゃんかっこいいね。似てるよ。あ、マジっすか。待て。一番かっこいいよ。一番かっこいい。このグラサンの焼き方。焼き上がれ。さあお腹空いたから食べよう。今日の飯は？オレロいっぱいあるよ。ハンバーガー。ハンバーガーもいっぱいあるよ。何ハンバーガー？チーズバーガー。チーズバーギー。そうです。チーズバーギー食べたい。うまい。マジ？普通やろ。うまいけど。あれ美味しかったもんね。もうね、俺たちチャンネル回すの面倒くさかった。いただきます。いただきます。私もだいぶ焼けてますね。日焼け。やばっか。これ赤い。いや、そこまで赤くない。日焼け止めいっぱい。ああ、普通通り黒い。普通通り黒い。普通通り黒い。もう塗ってないですけど。これ全然赤ね。うん。でも結構焼けてます。いいなワッパ。ワッパってなんですか。それなんですかそれ。ワッパ。俺ワッパだよ。ここで食ったけどこれめっちゃ美味しかったワッパ。ワッパ。じゃあお食事タイムしますか。謎チキンや。ポテト。ビール。いや全部良かったよ。マジ良かった。泣けば良かったのに泣きそうじゃない。そう泣けばいいのに。感情を表しない。いやほんまだって中学校の頃から好きな憧れの魚やで。それが一日苦労して。ね、でようやく最後の最後でもうギリギリや言うたってギリギリで釣れて泣かんかね泣きましょうよ。でも思わず叫んだよ。胸をくんの嬉しそうでね。いや俺ね、あ、やめってもうやめ俺なんとも思ってなかったけど、徳ちゃんが泣きそうって言ったのを聞いて、あ、俺もだ。いや僕一日船の上で一緒に服をしてるからさ、その込み上げてくるものがすごいわけですから余計釣りたくなった。よかったね。あとちっちゃいやつね。でも今2人でこそっとオーストラリア旅行の計画を。いややっぱりね徳ちゃんこのまま終わらないよね。続いてるまだ俺たちの釣りは。いやでもマイケルに聞いたら9月がいいって言ってた。日本の9月。日本の9月。日本の9月は9月がいいって言われて9月まで待てる？待てない。俺は待てないね。もうかっこいい。俺は待てないね。っていうかもう2ヶ月に1回ぐらい来たい。そうですね。3月に行くっていうから3月にスケジュール調整しようかなと思ってたら。その前に2月にメキシコ行かんってきて。メキシコ。ああ、神さんね。あ、ごめん。And I said, no barramundi, no barramundi. I said, wait for the light. the sun. Mm-hmm. Make sure everything's perfect. Mm-hmm. Okay, Barrowman. Oh. Michael! ちょうど日が暮れる神様が今やって演出をしてくれた。 It was so beautiful. Beautiful. 夕焼け綺麗やったから。It was good, huh? Oh. Very good. Very good. 勝者が語ってるから。ここからずっと。どこのセレブだあいつ。食べてください。あれ絶対金持ちだね。あの右の。なんかいやらしい日焼けして。釣っちまったぜみたいな感じで言ってんだろうね。なんか言うなぜみたいな。さっきからさ、さっき胸をさみやったらね、何回でも天板見上げよったもん。いやでも絶対嬉しいよ。中盆頃の話してるからね。中盆頃かガキン頃の話してる。憧れのどっから始まったか憧れが。脱とかの1メーターなんて。なんだけどさ、こんなあってからの1メーターだからね。同じ生き物でも全然違う。普通のこんな魚のヒレじゃなくてこうなる。語りたいかこの席だ。バカタレ、バカタレ。ジャパニーズバカタレ。おお。じゃあまた明日になるんですかね。また明日。明日。6時に出発します。でもさ、浦さん、6時出発って早く感じた。早く感じた。遅くやろ、遅く感じた。早く、あ、遅く。今まで2時とかや。そう。私も寝よう。寝ますかじゃん。グッナイ。お疲れした。おーい。全然上がってこなかった。オッケー、ありがとう。はい、宗男さんの取材シーンでした。はい、これがでもルアマガの本誌の方にこの対話の様子をですね。何月号になるんですか？早かったら1月26日で、その次の2月26日かもしれない。おー、皆さんよろしくお願いします。チャンスですよ。お買い得ですよ。過去最高に一番いい宗男君の笑顔がですね。間違いない。写真にそれもその様子もあるかもしれないですね。はい。